カタルーニャの歴史について述べる。カタルーニャ最古の人類の痕跡が残る、アラゴ洞窟カタルーニャ地方に残る最古の人類の痕跡は、トータベル近郊のアラゴ洞窟に残るリス表記のものである。中期旧石器時代には、カタルーニャの大部分にネアンデルタール人が住んでおり、後期旧石器時代には、カタルーニャ全体で5000の8000の人口があったと、される。旧石器時代には、 カタルーニャ北東部と南部に居住者が多く、地方外のバレンシアやガンディアなどの地域とも交流があった。新石器時代にはムンサラット文化が生まれ、集団埋葬が行われた。青銅器時代には大きな部族が誕生し、北部では巨石記念物の文化が発達した。鉄器時代にはケルト人がピレネー山脈を越えてやってきて仮想の文化や、 金属加工の技術をもたらした。ローマ時代に建設されたタラゴナの水道橋エーゲ海のロドス島からはギリシア人がやってきて、紀元前776年にはカタルーニャ北東端のロザス湾に面するロザスに植民地を建設した。紀元前575年頃には小アジアのポカやビトがアンプリアスを建設している。カタルーニャは ローマ人のイベリア半島征服の拠点の一つとなったが、カルタゴ人と衝突して、地中海沿岸で領土争いを繰り広げた。第二次ポエニ戦争の紀元前218年には、カルタゴのハンニバルがカタルーニャを通って、ローマに侵軍したが、紀元前216年には、ローマがエブロカホ北の土地を占領し、そこにタラコを建設した。紀元前197年には、 イベリア半島の北半分にヒスパニア・キテリオル族州が設置され、ローマ人はこの地方のローマ化を推進した。タラコに加えてバルセロナとトゥルトーザという3つのローマ植民地が建設され、ローマ人は旧ギリシア植民地の港を流用した。タラコはヒスパニア・キテリオル族州から再編されたヒスパニア・タラコネンシス族州の首都となり、ローマ支配下のイベリア半島で最も 重要な都市だった。3世紀以後には北方からフランク族などがタラコネンシス族州に侵入し、5世紀には農民の反乱が起こって多くの町が放棄された。480年以降には西モート族がカタルーニャを含むイベリア半島の占領を進めていった。テオディスは短期間バルセロナを拠点としたが、後継者のアタナギルドアトレドに首都を移し、 589年には、イベリア半島が統一されて、西元族の中央集権国家が誕生した。カタルーニャは、終焉の地位に甘んじ、一方で、一定の独立性を保った。旧世紀のスペイン研究領711年には、イスラーム教徒のムーア人が、イベリア半島に侵入すると、その文献体はわずか数年間に、リエイダ、ジローナ、タラゴナ、バルセロナが、 アイツで征服した。カタルーニャはイスラーム教徒の支配下に入り、リブラガットカワイ北の旧カタルーニャではイスラーム教徒の支配が100年間にも満たなかったが、リブラガットカワイ南の新カタルーニャは12世紀半ばまでイスラーム教徒の支配下にあった。785年にはカロリング朝、フランク王国のカール大帝軍がジローナを征服し、801年には フランク王国のルイン一世軍が包囲戦の末にバルセロナを征服した。これによって旧カタルーニャがフランク王国に編入され、795年にはイスラーム勢力に対する干渉地帯の役割を果たすスペイン偏強領が設置された。878年にはギフレ一世がバルセロナ博に任税られ、後の歴史家はギフレ一世が カタルーニャの初代君主であると考えている。ギフレイ一世はその子孫がバルセロナ博を継承する世襲制を確立させ、この王朝は1412年まで続いた。985年から988年にはイスラーム勢力のアルマンスール軍がバルセロナの街を破壊して略奪したが、これに対してフランク王国が救援を行わなかった。 このことがきっかけで、バルセロナ博はユーグ・カペーを西フランク王として承認することを拒否し、987年にカタルーニャ君四国が生まれた。カタルーニャが主権への道を歩み出したのは、この1000年頃であるとされる。イベリア半島におけるレコンキスタの経過カタルーニャ君四国には、封建性が定着していき、他のキリスト教勢力と共にレコンキスタに関与した。 1090年には、タラゴナ、1148年には、トゥルトーザ、1149年には、リエイダが、キリスト教徒の手に戻り、1153年には、カタルーニャ君四国の教会がエブロ川まで南下した。新カタルーニャに住んでいたイスラーム教徒には、権利や宗教が保障され、キリスト教徒は征服した土地への植民を行った。アラゴンカタルーニャ連合王国を成立させた。 ペトロニーラとラモンバランゲイ4世1137年にはバルセロナ博ラモンバランゲイ4世が隣国アラゴン王国の女王ペトロニーラと婚姻関係を結んで王位継承権を得たここにアラゴンカタルーニャ連合王国と呼ばれる同君連合が成立したがバルセロナ博とアラゴン王国の独自性は維持されたカタルーニャという名称が初めて文献に登場するのはこの時代であり アラゴン王国と対比して、バルセロナ博が統治する土地を指す際に使用された。1147年には、カスティーラ王国のアルメリア征服を支援したことで、アリカンテまでの地中海沿岸がカタルーニャの土地となり、ラモンバ・ランゲー4世は、イベリア半島で最も強大な権力を持つ君主となった。クリップ、バレアレス諸島を再征服したハイメ一世以後のバルセロナ博は、 ピレネー山無役遺北への進出を試み、1七7 9年にはアルフォンス一世がラングドック地方をバルセロナ博の支配下に置いた。アルフォンス一世の知性でピレネー遺北の領土が最大に達したが、二百十三年にはラングドック地方を手放した。ハイメ一世は二百二十九年にイスラーム教徒からマヨルカ島を奪還し、二百三十一年には バレアレス諸島全体を征服し、1238年にはバレンシア王国を征服し、1265年から1266年にはムルシアを征服した。ハイメ一世はコルツと呼ばれる身分制議会を導入し、財政、司法、立法などに権限を及ぼした。定期的に開催されたコルツは13世紀末に最盛期を迎え、1283年には すべての法律の制定には、コルズの承認が必要であるとする決定が下されている。1354年には、ジャナラリタットが常設され、君主の不在時や緊急時には、ジャナラリタットが国家を統治している。1258年には、ハイメ一世とフランスオールイ九世の間で、コルベイユ条約が結ばれ、フランスは正式にカタルーニャ君主国の独立を承認した。 1282年には、イタリア半島の南に位置する、シチリア島の住民が、アンジュに対する暴動シチリアの番頭を起こし、アラゴン王ペラ2世が、シチリア王に据えられた。カタルーニャとアラゴンの傭兵部隊であるアルモガバルスは、ビザンツ帝国のアンドロニコス2世、パレオロゴスに雇われ、オスマン帝国軍をコアジアまで押し戻した。しかし、 雇用主のビザンツ帝国が1305年にアルモガバルスのシリオールジェダフローを暗殺したことでアルモガバルスはビザンツ帝国内でカタルーニャの復讐と呼ばれる報復を行いアテネ公国を占領ネオパトリア公国を樹立したハイメ一世の死去後次男のジャウメ三世に与えられたマヨルカ島は独立したマヨルカ王国となっていたが1344年には ペラ3世がマヨルカ王国をアラゴンカタルーニャ連合王国の手に戻した。カタルーニャが君主国と呼ばれるようになったのはペラ3世の知性である。アラゴンカタルーニャ連合王国の最大半とハイメ1世がカタルーニャの地中海進出の基礎を築き、その後継者らがカタルーニャ帝国とも呼ばれる地中海帝国を形成させた。カタルーニャは海図の制作技術に優れ、 船足の速いが冷戦を建造することができ、地中海沿岸の主要な港に商品の集散基地を持った。カタルーニャ人商人は北アフリカのマグレブ地方、ギリシャのロドス島、キプロス島、西アジアのダマスクスなどにも勢力を伸ばし、地中海中央部ではシチリア島が政治的な拠点となった。絶頂期は1320年から1330年。 頃まで続いたが、14世紀には、ペストの流行、稲子の大量発生、地震、飢饉などの災難に見舞われ、1390年のカタルーニャの人口は1300年の75%にまで落ち込んだ。この一方で、首都バルセロナには、地中海全体に権限が及ぶ、商業組織ができ、15世紀初頭のバルセロナには、商品取引所が存在した。 14世紀中頃には、開示監修報酬が作成され、1484年に、刊行されると数世紀にわたって、地中海地域共通の監修法として用いられた。1410年には、バルセロナ博のマルティン・一世が、男子の後継ぎを残さずに救世したために、アラゴン、カタルーニャ、バレンシアの3王国が投票する、カスペの妥協で後継者を選出し、 カスティーリパラスタ・マラケ出身のフェルナンド・デ・アンテケーラがカタルーニャ君主国の新君主に選ばれた。1443年にはカタルーニャのアルフォンス5世がナポリオ王国の王位に就いた。アルフォンス5世の地位世にはイベリア半島、イタリア半島、アルバニア、スロベニア、マルタ、エーゲ海のいくつかの島が支配下にあり、アラゴン・カタルーニャ連合王国の半島は最大となった。 北アフリカにあるいくつかの王国からは、蜜着物が届き、カタルーニャの船舶は、エジプトの港に自由に入港できた。1659年のピレネー条約で、フランスに割上された地域とカタルーニャ1469年、アラゴン王,王子フェルナンドとカスティーラ王女イサベルが、結婚した。1479年には、フェルナンド2世が、アラゴン王となり、 この都市はスペインが統一された都市、カタルーニャにとって政治的独自性を奪われた都市であるとされる。この婚姻によって、アラゴン・カタルーニャ連合王国とカスティーリャ王国が統合されたわけではなく、それぞれの領域の法制度は維持された。しかし、当時のカタルーニャ・アラゴンとカスティーリャの国力の違いは明白であった。14世紀と15世紀にカタルーニャの人口は激減し、 地中海の覇権はオスマン帝国に奪われた。さらには大航海時代が到来したことでヨーロッパにおける商業活動の中心は地中海から大西洋に移っていた。カスティーリャ王国独自の事業であったアメリカ大陸との貿易や植民活動からカタルーニャ・アラゴンは排除された。16世紀と17世紀はカタルーニャにとって衰退の時代と呼ばれる。 地方の自由は尊重されたものの中央集権的な傾向は強まり、フェルナンド2世は複王を置いてカタルーニャを統治した。1640年から10年余り続いた収穫人戦争はスペインが世界帝国から転落する最終的な引き金となったとも言える。この時、カタルーニャはフランス王国への編入を決議してフランス軍を迎え入れているが、 この交渉の際にも時代遅れとも言える中世的な特権の保持を主張しフランスの最小であったリ主流を北役させたと言われている。これは中世から続くカタルーニャの自治意識を踏まえればフランスの絶対王政に拒否感を示したのは無理のないことだった。またフランス軍が侵駐した後もカタルーニャは全くフランス軍に協力しようとせず呆れたフランス軍が カタルーニャの防衛を放棄して撤退したほどであった。要するにこの時のカタルーニャは自分たちの自治権さえ保障されればどこの国の王をいただこうが構わないという考え方だったのである。1652年に降伏したバルセロナはスペイン王国のフェリペ4世の支配下に戻り不安補正でアウストリア副王によって融和政策が取られた。 フランススペイン戦争後の1659年に結ばれたピレネー条約ではカタルーニャの意志とは無関係にルセリオ軍、クンフレン軍、バリアスピー軍、カプシー軍、アルタサルダーニャ軍などがフランスへ割上された。スペイン継承戦争中の第3次バルセロナ包囲戦1700年にカルロス2世が死去するとスペイン継承戦争が起こった。フェリペ5世は 中央集権的、権威主義的であったため、カタルーニャはバレンシアと共にカール大公の側について戦い、オーストリアとイギリスはバルセロナでカール大公を王座につけた。1705年の第一次バルセロナ包囲戦、1706年の第二次バルセロナ包囲戦はカール大公側が優勢だったが、徐々にフェリペ五世側が巻き返した。1711年に カール大公の神聖ローマ皇帝への即位が決定し、カール大公がバルセロナを去ると、その後はカタルーニャが主要な戦場となった。第三次バルセロナ包囲戦を経て1714年9月11日には、バルセロナが陥落し、カタルーニャはスペイン軍の占領下に置かれた。自由を奪われた日である9月11日は、後にディアーダと呼ばれる国民の祝日となっている。 1716年に布告された新国家基本法によって議会や政府などが廃止され公的な場でカタルーニャ語を使用することが禁じられた。カタルーニャの独立性が奪われた一方でこの中央集権下で18世紀の経済発展の引き金になったとする見方もある。新国家基本法1726年から1728年頃にはカタルーニャ経済が上向き、 人口が増大した。1718年のバルセロナの人口は3万4千人だったが、1789年には10万人に、18世紀末には12万5千人に、達したとされる。18世紀前半には特に農業が発展し、ブドウの栽培が拡大した。18世紀後半には、商業が発展し、小麦の輸入、ワインと蒸留酒の輸出が行われた。 新大陸市場はスペインの他地域に独占されていたが、1778年にはカタルーニャの商人に対してアメリカ全地域の貿易許可が下りた。羊毛産業、製紙業、製油業、製鉄業が活性化された後に、18世紀後半には綿織物工業が生まれ、インドザラサがカタルーニャの綿織物の名声を築いた。カタルーニャは、 スペイン随一の経済先進地域となった。カタルーニャの中でも沿岸部は、ブドウアーモンド、ハシバミなどの商業作物の栽培で、繁栄したが、内陸部は、小麦とオリーブという伝統的な農業に依存していた。カタルーニャうちでの農村部から、都市部への移動が行われ、19世紀前半にバルセロナは人口が急増した。1848年に、スペインで、 初めて開通した鉄道1832年にはミュール防石機が初めて導入され、ルブラガート川やテル川に沿って水力を利用するいくつもの工業団地が建設された。1848年にはカタルーニャ発の鉄道がバルセロナ・マタロー間に開通し、1860年代までに主に地元資本によって鉄道網が築かれた。 1844年のバルセロナ銀行を契機に相次いで銀行が設立され、1851年にはバルセロナ株式市場が設立された。1830年代には初めて労働者によるストライキが行われ、1840年にはスペイン初の労働組合と企職工組合がカタルーニャで生まれた。1787年には9万5千人だった。 バルセロナの人口は工業化の影響で1857年には18万4000人と倍増しカタルーニャ全体の14%を占めたバルセロナでは繰り返し都市暴動が起こり共和主義民主主義を求める声が強まり労働者が組織だって闘争を行った1856年時点でカタルーニャの人口はスペイン全体の10%に過ぎなかったが綿工業では スペイン全体の94%、綿工業を含む、繊維工業では66%、繊維工業を含む、製造業では26%を占めている。19世紀半ばには、カタルーニャが、スペインの工場となったものの、バスク地方と違って、石炭、鉄鉱石の天然資源を欠くカタルーニャでは、製鉄業は栄えず、さらなる工業化の障壁となった。 1860年代末には連邦共和主義が台頭し、労働運動が盛んに行われた。第一次カルリスタ戦争におけるカルリスタ勢力の分布図第一次大仏内同盟の一環であるピレネー戦争ではカタルーニャを中心とするスペインフランス国境地帯が戦場となり、一時はカタルーニャ北部がフランス軍に占領された。 1790年代後半から1800年代のスペインはイギリスに対して長期間の抗争を行い、これによってカタルーニャ経済は大きな影響を受けた。半島戦争中にはフランス軍のデュエーム将軍がバルセロナに入場したが、カタルーニャ全土でフランスに対する抵抗運動が起こった。スペイン独立戦争では多くの犠牲者が出てカタルーニャ社会は 不安定な状況となった。1820年にはバルセロナでクーデターが起こり、1822年には農民反乱が起こっている。新生同盟諸国はこの状況を憂慮し、1823年から1827年にはフランス軍がスペインに侵入してバルセロナを占領している。 1833年には、スペイン王国の摂政となった自由主義派のマリア・クリスティーナが中央集権を一層推し進めたため、保守主義派は全王の弟であるカルロスを擁立して、マリア・クリスティーナに対抗。第一次カルリスタ戦争が勃発し、カルリスタ側についたバルセロナでは自由主義的法制に対して放棄が起こっている。1842年には、 バルセロナの職人集団が、摂取をバルドメロ・エスパルテロ将軍に対して反乱を起こし、スペイン軍によるバルセロナ包囲戦が行われた。1846年から1849年には、カタルーニャを舞台として、第二次カルリスタ戦争が起こっている。1868年には、カタルーニャ地方出身のフアンプリム将軍がクーデターを起こして、エスパルテロ政権を倒しているが、 このクーデターはカタルーニャがスペインを連邦制に向かわせた試みであるとされる。カタルーニャでの第三次カルリスタ戦争はバスク地方ほどの勢力には至っていない。1873年にスペイン第一共和制が成立するとエスタニスラオフィゲラス、フランセスク・ピ・マルガイというカタルーニャ人が大統領に就任している。 第一共和制は約2年間の短命に終わり、1875年にはアルフォンソ12世が即位して王政復興がなされた。カタルーニャ三大工場建築の一つ、カザラモーナ工場19世紀半ばには、ブエナベントラカルロスアリバウが書いたカタルーニャ語詞、祖国を発端として、カタルーニャ語とカタルーニャ文化の復興運動である、ラナシェンサ運動が起こった。当初は、 教養人による民族や文芸の再評価に過ぎなかったものの、やがて、カタルーニャ語復権運動に変化し、1871年には、アンジャルギ・マラーによって、文芸史、ラ・ラ・ナシェンサが創刊された。19世紀末には、ムダルニズマという建築や美術中心の文芸運動が起こり、建築の分野では、アントニガリやルイス・ドゥメナクイ・ムントネーなど、美術の分野では、ラモン・カザスや、 サンティアゴルシニョールなどが活躍した。王政復古後のスペインでは保守党と自由党というに大政党制が築かれたが、1880年代にはカタルーニャ主義を掲げる勢力が台頭し、1891年設立のカタルーニャ主義連合は、中央政府に対してカタルーニャの自治を要求するマンレザ考量を策定した。アンリク・プラット・ダラ・リバは1901年にリーガ、 ラジューナリスタを結成し、この地方のブルジョアの支持を得た。19世紀末のカタルーニャ地方は、スペイン全体の約10%の人口を有していたが、繊維生産の約80%、国内総生産の15%以上を占めており、スペインの工場と呼ばれた。鉄鉱石や石炭などの資源を欠くために、製鉄業は発展しなかったが、綿工業ではスペインで、 独走状態にあった。1898年のスペインの米西戦争敗北とキューバの喪失はカタルーニャ経済にも打撃を与えたが、この敗北でカタルーニャ主義は勢いを強めた。悲劇の1週間で煙を上げるバルセロナの町20世紀前半のバルセロナは人口が100万人を超え、生きがい出身者比率が34.2%となった結果、住宅、 衛生環境、教育などの移民問題が発生した。20世紀初頭には水力発電による電化が進み、第一次世界大戦の戦争特需では金属、化学、セメントなどの産業が発展した。1909年7月末には悲劇の一週間と呼ばれる市民暴動、政府軍による弾圧が起こり、113人が死亡して数千人が投獄された。 1914年にはカタルーニャの4県による連合体マンクムニタットが発足した。言語学者のプンペウ・ファブラはカタルーニャ語の文法、聖書法、辞書を表してカタルーニャ語の用語運動に大きく貢献した。1917年にはルイス・クンパンチなどが主導するカタルーニャ共和党が設立され、1919年にはフランセスク・マシアが ナショナリスト民主連合を組織した。初代ジャナラリタット首相のマシア1923年には、ミゲルプリモデリベラ軍事独裁政権が誕生し、公共の場でのカタルーニャ語使用や民族不良であるサルダーナの禁止、民族機の追放など、カタルーニャに対する弾圧が行われた。マシアらは、国際的反響を呼ぶ抵抗運動を行い、7年間の独裁政権を経て、 カタルーニャナショナリズムは急進化した。1931年にはスペイン第二共和制が成立するとジャナラリタットが発足し、1932年9月にはスペイン国会で1932年カタルーニャ自治憲章が承認された。10月には初のカタルーニャ議会選挙が開催され、アークのマシアが初代カタルーニャ首相に就任した。 1934年には、スペイン国会で右派が政権を獲得し、中央政府に反発した、クンパンチが逮捕されて、自治憲章が無期限停止となった。1936年には再び左派の人民戦線が勝利し、カタルーニャ自治憲章が復活した。1936年には、バルセロナで人民オリンピックが開催される予定だったが、開会の直前に、 スペイン内戦が勃発した。1938年3月にはバルセロナが反乱軍による無差別爆撃を受け、4月にはリエイラが占拠された。フランコによってカタルーニャ自治憲証が廃止され、1939年1月26日にはバルセロナが反乱軍の手に陥落した。カタルーニャにおけるスペイン内戦の犠牲者数は七万人以上に上ると、 されるカタルーニャでは、共和国側の犠牲者が多かった一方で、フランコ体制を支持していた、多数の聖職者が、反体制派のアナーキストによって殺害されている。1939年以後のフランコ体制下の、カタルーニャでは、カタルーニャ語とカタルーニャアイデンティティの象徴に対して、厳しい弾圧がなされた。自治政府や自治憲章が廃止され、 首相のクンパンチは銃殺された他に、多くの共和国支持者が投獄、処刑された。カタルーニャの伝統的音楽、祭礼、旗、カタルーニャ語の地名や通り名が禁じられ、スペイン継承戦争後に、カタルーニャ自治の象徴となったカザノバの像は撤去された。1939年から1953年までのカタルーニャ地方では、 クンパンチも含めてて人が軍法会議にかけられれ銃殺された国際的孤立やマーシャルプランからの除外などが影響して1940年代のスペイン経済は壊滅的な状況にあった。さらにはフランコはスペイン内戦時に人民戦線の支配下にあったカタルーニャやバスク地方以外の地域での産業振興を行い、 1950年前後までのカタルーニャ経済は停滞を余儀なくされた。工業指数が1930年の水準に戻ったのは1951年のことであり、部門物労働者比率でも1930年と1950年は似たような値を示している。1960年代から1970年代初頭のカタルーニャでは急速な経済成長が起こり、 外国資本の投資や観光客が増加した。労働力が農業から工業やサービス業に転換。観光業、関連サービス業、商業、金融業などの第三次産業が発展し、金属、化学、建設などの工業生産指数も伸びた。バルセロナには国策自動車会社セアトの工場が建設され、小型車セアト600は、 高度成長のシンボルとなった。観光業の発展によって、ヨーロッパ北部からコスタブラバなどに、多数の観光客が押し寄せた。1961年には、ノバ乾燥運動が、カタルーニャ語の復権に宣言をつけ、カタルーニャ語教育への関心も高まった。1967年には、文化支援団体オムニウムクルトゥラルが設立され、カタルーニャ語講座や文学コンクールの主催。 民間教育機関の設立などを行った。1971年には、反フ,フランコ派が結集して、カタルーニャ会議が結成された。1975年に、フランコが死去すると、アドルフォ・スアレス内閣の下で、スペインの民主化が進められた。1977年6月には1936年以来初となる民主的総選挙が行われ、カタルーニャでは、 サハ政党が約5割、カタルーニャ民族主義政党が3、4の得票を得た。スアレス首相はジャナラリタットの復活を優先し、1977年10月にはタラデイリャスが政党の枠組みを超えたジャナラリタットを組織した。スアレス首相の下で地域主義を容認するスペイン1978年憲法が制定され、1979年、 カタルーニャ自治憲章が制定されて、カタルーニャ自治州が発足した。1977年9月11日のカタルーニャ国民の日には参加者数が100万人を超えるデモが行われている。1973年には経済の急成長が頭打ちとなり、1979年の第二次石油危機では繊維、金属、電化製品、 建設の各業界が打撃を受け、1982年にはカタルーニャ銀行が倒産した。1979年の失業率は8.9%だったが、1985年には22.8%にまで上昇し、スペイン平均を上回る高い数字を示した。世界経済の復調に合わせて、1985年頃からはカタルーニャ経済も回復。 1986年にはスペインがヨーロッパ共同体に加盟し、経済基盤の整っているカタルーニャ州に進出した外国企業はスペイン全体の1、3を占めた。1992年にはスペイン初の夏季オリンピックとしてバルセロナオリンピックが開催され、カタルーニャのイメージを世界に広める役割を果たしている。1990年代には経済面で 外国籍企業への依存が進み、国内移民に代わって、EU 外からの移民が増加した。独立デモで振られる独立バタのアスタラーだ。独立志向の高まり2003年には23年ぶりに、チャガ政権党から外れ、州首相となった PSC のパスクアル・マラガイは、自治憲章の改正に着手。2006年には、民族としての独立性、カタルーニャ語、スペイン語に優先して、 公用語として使用すること、財政、司法、域内行政など自治権の拡大を謳った新たな2006年カタルーニャ自治権章が制定された。しかし、スペインの二大政党の一つで右派の国民党は、この自治権章が違憲であるとしてスペイン、憲法裁判所に提訴し、2010年6月28日には、民族性や独立性の部分が違憲であるとする判決が下された。 また、スペインは財政力の弱い地域を支援する税制を採用しており、財政力が強いカタルーニャ州は特に再配分比率が低い地域であるため、カタルーニャ州住民はソブリン危機に橋を発するスペイン経済危機の状況下で不満を募らせていた。カタルーニャ州内の税金の90%は国庫に納められてから再配分されるが、 州内から拠出された額よりも州内に投資された額が少ない財政赤字が問題となっている。カタルーニャ州は毎年約8%の財政赤字を抱えており、これは国際的にも異例なほど高い数字であるとされる。バルセロナ大学経済学部長のアリゼンダ・パルジーアはカタルーニャの状況をスウェーデン並みの税金を払いながら、 スペイン平均以下の社会サービスと語り、そのような状況にもかかわらず、エゴイスティックであると批判されることに抗議している。カタルーニャナショナリズムの機運が高まったのは、自治憲章の意見判決と税制の不公平感という2点が理由である。独立支持派がはっきりと増加するのは、この2010年半ばのことである。 1990年代のカタルーニャ独立支持派は3割程度だったが、2010年代には5割を超えるほどになった。2014年10月に世論研究センターがここ数年で独立主義者になったカタルーニャ住民に対して理由を問うた調査では、第1位が中央政府のカタルーニャに対する言動であり、第2位の経済問題、税の配分問題を大きく引き離している。 大規模外頭デモ独立運動の起点となった2010年の大規模外頭デモ2010年7月10日にはオムニウムクルトラルが私たちはネーションだ決めるのは私たちだをスローガンとする大規模デモ2010年カタルーニャ自治抗議を主催し1977年のデモをしのぐ110万人が参加した2011年11月にはスペイン政府に 中央集権志向が強い国民党政権が誕生し、2012年後半には独立支持派が飛躍的に増加。2012年9月11日のカタルーニャ国民の日には、カタルーニャ、新しいヨーロッパ国家をスローガンとして150万人が参加した大規模なデモが行われた。カタルーニャ州の人口の20%にも相当する人々がバルセロナ中心部に集まり、 いくつもの大通りが独立旗を掲げる人々で埋まった。このデモは世界的に見て近年初の大規模民族主義デモであり、その規模の大きさが世界中でニュースとなった。この大規模デモから2ヶ月後の11月25日に行われたカタルーニャ州議会選挙では独立賛成派の4政党が計87議席と全体の約3分の2の議席を獲得した。 2013年のカタルーニャ国民の日には、バルトの道に類するカタルーニャ独立への道が組織され、約160万人のカタルーニャ市民がカタルーニャバタを掲げながら、平和的に4 0 0トルにわたって手をつなぎ合った。1714年から300年の節目の年である2014年のカタルーニャ国民の日には、180万人がバルセロナの日本の通りに並び、記事に、 赤島のサニエーライロの V の一文字を作る大規模デモカタルーニャの道2014が行われ2015年のカタルーニャ国民の日にも約180万人が参加したデモが行われカタルーニャ共和国の成立を目指して国外からも著名人が招待された独立プロセスの進行2014年11月9日に実施されたカタルーニャ州独率を問う住民投票では カタルーニャ州は国家であるべきであり、独立を望むとする声が80.76%に達した。2015年カタルーニャ自治州議会選挙では、独立賛成派の総得票率は47.7%と、過半数に達しなかったものの、議席数では過半数の135議席中72議席を獲得し、州議会選挙から約2ヶ月後には、州議会が、 カタルーニャ独立手続き開始宣言を採択した。2016年1月には、ジュンツーパル氏のカルラスプッチダモンが、マスの公認の州首相に就任し、18ヶ月でカタルーニャ共和国を建国する見通しを示した。ありがとうございます。